らいですね、このここまで広がった理由っていうのを少し教えていただけませんでしょうか。確かに、被害者7000人で1800億ですので、単純計算すると、まあ、2600万ぐらいになるということで、国民生活センターの指摘でも被害額が非常に高い被害者というふうに指摘されています。それで なぜこういうふうに高額になるのかというんですけれども、預託商法は、まあ、トヨタ商事の金の預託商法の頃、っていうのは、まあ、時代を反映してるなと今から思うとわかるんですけど、金という何ですかバブルもですね値上がりすると、いうふうなことで勧誘してたわけなんですけれども、ジャパンダイフの場合はこれを使えば健康で長生きすると、健康それから、まあ、長生き、そしてさらにそれに対して配当が出ると。で、銀行金利はほとんどない、毎月こう確かにきちきちと入ってくるということになってくると、銀行においても確かに意味がないなということで、どっちみち元本が返ってくるということなので、だったらそっちに移してしまうというふうになってくるわけなんですね。ということで、さまざまな要因があるんですけども、今言ったようなこと、それとまあ勧誘がですね、全般の商法がマルチ商法であるので、勧誘の要素がこの非常にこの人から人に対する勧誘 のテクニックというんですかね、非常に洗練されていると。なかなかその未だに何て言うんですかね、健康器具が良かったみたいなですねことを思っている方々もおられるというふうなことで、なかなか非常にその高度に洗練された和法と。で、いろいろ和法についても内部資料が出たりしてるんですけど、まあちょっと時間をかけてそれは割愛しますけど、まあ、熟練のなせる技といいますかね、それらが非常に高度に組み合わさっている証拠だというふうに思います。これ要するに会社のバランスシートを見れば真っ赤っかですよね。いや、それがですね、売上に計上してるんで、黒字でずっと来ててですね、最後に返済すべきものを負債として計上しないでオフバランスで言ってますので、ずっと黒字で来て、で消費者庁の行政処分の中で公認会計士の監査を受けてっていう指摘があって、公認会計士の方で暫定的に出した数字でこの1800億というのを計上しなければいけないということで債務超過であると。でその債務超過であるということを通知しなさいというのが、まあ、措置命令で入っていて、それを通知するんですけれども、非常にこのいろんな文書の中にこう紛れ込んで難しく書いてあるものだから、高齢者の皆さんが多いから それでもなんか意味は分からないということで推移するわけです。原口さんからお話ありましたけど、この60という区分は誰の枠かというのは毎年変わってないんですよね。ずっと言ってるじゃないですか。他の役所の枠とかは区分が変わってないわけですから、まあ、ここにも資料ありますけれど、例えば今年の場合は60という区分は安倍昭恵さんと安倍総理に呼ばれたという人が今年は言ってるという事例もあるわけなんですね。60は安倍昭恵さんと安倍総理ということは、毎年60が変わらないと思うけど、もし変わってないとしたら、やっぱり山口会長も安倍総理が読んだということに類推されるんじゃないですかね。そこ毎年区分はこれ変わるんですか、60の推薦枠が誰かというのは。お答えいたします。その何ですかね、その60とかそういう話でございますけれども、要するにその最終的にこう招待者名簿に取りまとめるというところでございます。で、その招待者名簿につきましては、すでに1年未満文書として廃棄しているものですから、そのどういった区分の方がどういうということにつきましては、今現状を確かめる必要がないというところでございます。
それは担当者の方にね、誰が分かってるわけだから、その人に確認すれば、4年前でも分かってることは、今年のも分かると思いますので、速やかに回収でも出していただきたいと思います。よろしいですか、ジャパンライフ関係は。ちょっと最後に。じゃあ、原口さん、矢田さんと。内閣官房聞きますけど、このね、ジャパンライフの、山口さんの受付表には、60-2357って書いてあるわけですね。でこの60っていうのは整理の番号だということを今日やっと国対が自民党国対がですね持ってきましたけども、その下の4桁は整理番号であるとこの申請の文書に書いてありますね。田村さんに出した整理番号、整理番号が2357ということはですよ、1000を超えてるじゃないですか。これはどう理解すればいいですか。担当者に聞いていただけませんか。つまり、1000人であれば、ね、その2357まで行くんだろうかと。ね、ご夫妻で来てくださいって言ってるわけだから、1000だったら1000の番号でも2000人来るわけですよ。ね、1から1000だとしても、まあ、私のように、妻を亡くしてなければ1000人。じゃなくて2000人来る、この2357ということをですね、出している1000の根拠がここで、もしこれ60が総理枠であれば私たちが言っている4900じゃないかと思うんで、ちょっと担当者にちょっと間違ったなと、1000じゃなかった4900じゃないのと、まあ、すみません、担当者に聞いてそこは選挙をお答えをして、ちょっとその不満のあれ自体をですね、我々、まあ、取りまとめの最後の段階で見てるのかもしれませんですけど、番号のあれでは宛名の発送のためのものがございますので、我々内閣官房の方ではあまりちょっと意識はなかったでしょうか。いや、あなたに聞いてないんですよ。だからその覚えてる人に整理番号が2357もあるっていうことはですよ、ね、もっとたくさんの人に宛名だから出してる、ご招待してるんじゃないかなって思うんで、ちょっと確認していただいてよろしいですか。前にその後ろの4桁の意味を教えてくださいっていうのは宿題で確かお願いしていたというふうに、0001からずっとこう重ならないように全部出してるんですかっていうことを、そうそう、お答えくださいっていうふうにだいぶ前にお願いしていたかと思います。じゃあそれも宿題で、はい、じゃあ矢田さんお願いします。すみません、ジャパンライフの件をですね、以前より田村さんからも指摘ありましたように、私も消費者問題で取り上げたことがありますし、民進党時代もですね、何度も部門会議においてこの天下りのことも含めてお尋ねをしてきました。ですから消費者庁もその時にもちろん同席していただいておりましたし、消費者新聞が当時大きく取り上げをしております。でそんな関係からあった時にですね、さなかにこういうリストが出てきてですね、実際に本当に発送するときに何もチェックがかからないのかどうかということが極めて疑問なんです。ジャパンライフというと事件のところだなということぐらいピンと来るはずなのですが、そのチェックは働かないのかということをちょっとお尋ねしたいということと、先ほど山口先生に通じて被災者というのか被害者の方々の声を聞かれてですね、結局この招待状が材料に使われたわけですよね。勧誘の材料、素材として使われて、しかも大きく貢献しているのはこれ事実であって、まあ、その方々に対して、皆さん方に言うのなんですけれども、謝罪の気持ちがないのかなということをお聞かせいただければと思います。すみません、先ほどの水業先生のお答えと一緒でございますけれども、ちょっと個別 の, 招待者について今現在遡って審査の状況について分かりませんし、ちょっと審査の中身についてはちょっと会長を差し替えさせていただきたいと思います。よろしいですか。逆に言うとこれからどうやってチェックするんですか。これ今見直ししてるわけでしょ。どうやってチェックします。見直しについてはですね、これからでございますので、まあ、こうしたいろいろご指摘を踏まえて見直しを図っていきたいというふうに思っています。現行が分からなければ見直しにならないです。今現在ジャパンライフだけじゃなくて、それでは他の方でも不適切な方が招待されている可能性があるということですね。チェックしてこなかったということは
推薦の際にいただいた情報をもとに我々取りまとめ、チェックをさせていただいているわけでございますですけれども、取りまとめの詳細についてはちょっと回答を差し控えさせていただきたいと思います。チェックはされてるんですよね、どういう方が来るかということは。お名前が気になるだけではなく、テロ対策とか言ってですね、いくらいろんなものを防衛をしてもですね、来る人そのもののチェックがなされてなければ意味がないと思うんですよ。警備体制を強化しましたって入り口で、はいどうぞと言ってるのであれば、具体的にその人のリストの中にそういう人を紛れ込んでないのか、チェックはされていないんですか、いるのですか。いただいた情報をもとに確認をしてございます。はい、ちょっとおじさんお願いします。消費者庁に一点お伺いしたいんですけど、消費者庁はこの、総理の桜を見る会にこうやって案内状が来て行ってたということをいつの段階で知ってましたか。こうやって行政指導とかしてる最中ですよね、これが起こったんですね。もう我々 の事件の事実認定に際してはですね、法律に違反しているかどうかをチェックしています。そういった意味で厳密に行政処分の事実関係をチェックする過程のその違反の認定についてはですね、そのいろいろその報告徴収ですとか立ち入り検査の資料をもとにあれなんです、把握したり認定するんですけれども、違反事実の認定というコンテクストではこの資料も含めてですね、関係のないものについては我々としてはいつ認定したということは事件の調査と関係ございませんので。一緒に先生、関係ないと言ってますけども、これが一つの信用になったっていうのは当たり前で、事件の捜査に使うのは当たり前じゃないでしょうか。先生、それ立ち入り調査したわけでしょ。立ち入り調査したときこれ出てきませんでした。我々が認定しての特定商取引法ですとか予託法に違反する事実を解明するために調査を行います。そういった意味でこの石田先生の資料にもあります通り、この自転車操業状態で言ってみればこう売買代金をぐるぐる回していたりとか、配当があると言いながら実はなんかこう自転車操業で他の方のこうお金を回してるだけですとか、そういう業務に関するそういった財務ですとか業務の状況に関する資料を中心に把握を行う。営業の資料については見ていなかったということですね。違法性のある例えばその虚偽のものとかそういうものについては違反事実の認定として、先ほどの、ね、電話の男性が結局安倍総理もグルだったんじゃないかとおっしゃってるけれど、被害者からしたらこれを配られている医療は共犯じゃ、桜を見る会、政府あるいは安倍総理とジャパンライフは共犯だったんじゃないかという疑いが持たれかねないんじゃないですか。我々としましてはですね、やはりこの消費者をやっぱり被害に遭わせる根幹というのはこういったそのこの石田先生のこの資料にもございますけれども、その実際にこんなことを知っていたら消費者は契約しないだろう、重要なことをこうやって隠して契約をさせる、ここを加えたもってもこういうのがあると信用させられちゃうわけですよ。それでどうやってお客さんを集めたのか、その時にどんな説明をしているのかっていうことが重要になってくるんじゃないですか。それは営業手口になってるじゃない。それを調べなかったら本当に詐欺的なことをやってたのかどうかっていうことはわからないじゃないですか。だから当然お客さんを集めるときに使ったツールは当然検証してるでしょ、集めて。そういった意味ではこれで違反を立証できるかというところを事実認定しています。そういった意味で、事実認定の話じゃなくて、はい、この資料こういう資料を皆さん方は集めたりそれを確認をしたりはしてないんですかっていうことです。そういった意味ではしたんでしょ。我々としましてはですね、事件調査のそのプロセスにつきましては今後のいろんな悪質事業者の調査にも支障を来すので、ここで申し訳ございませんが詳細をということはできません。わかりました。すいません、時間になりましたので、今日ジャパンライフのですね件についても多岐にわたるまだ疑問の点がありますので、ただこれもですね、この60から60番が関係枠だってことも認めない中で我々ね何日も空輸してきたんですよ。でようやくこの土台にようやく立てたんで、60番が一体どういう枠なのか、
そしてその後の投資番号が4桁の番号に入って何を持つの、意味を持つのか、まあ、このことでですね、本当にどうやったい季節で、このジャパンライフの元会長が呼ばれたか、その点について我々は事実解明していきたいと思います。それではですね、紙媒体の名簿の破棄でこのシュレッダーの予約が出てますが、この後の宮本議員との情報伝達の流れ、この点は次回にはしっかり出してください。それではですね、時間の制約のある中で申し訳ありませんが、次業務の、キャリーを終わらせていただきます。どうもありがとうございます。すいません、電子データ復元不可能という話なんですけれども、あの森友問題の時に、財務省から財務省のシステムの契約書、そして、使用書提出をいただいております。でこれ、分析をしたんですけれども、あの復元は可能であります。20、30にバックアップが取られている。そしてその、とことんあのデータを、消去するためには業者に頼まないとできません。で予算委員会の理事懇談会11月22日にはそういう依頼を業者にしていないというご回答でございましたので、まあ、端末でその担当者が消去しただけならば、あの残っております。まあ、それじゃそうでなく、もし仮に業者があの消去したということであれば、あそのいつどういうものを消去したのか報告書を出さなければならないはずであります。まあ、財務省のとほとんど変わらないと思いますが、契約書そして使用書の提出、個別にも頼んでおりますけれども、ぜひこの追及本部に早急に提出をいただきたいというふうに思います。あの、まあ、復元できないデータないですよ。で、あの次回までに、できる限り、まあ、見解も含めて持ってきてください。それで業者に消すように頼まないでください、ね、今日から先は、はい、じゃあどうもありがとうございました、はい。